違う。こんにちは。行きたい？ネギボーブーブーさん、ご新曲さん、ホクペンキャズヤビミャミャミャトロロンプルプル、ユウヤくん、ミャミャミャハートの風船ありがとう、アリス川タマちゃん、トラネコモモドラドドラちゃんだって、ドンちゃん、モロコシツッチトム、月ヒロ、ドンちゃん星ありがとう、ヒロニーキャノンブル、ジージョマルクさん、こんにちは、アリス川ハートありがとう。ちょっと一緒にラジオするな。さあ、今日はちょっと追いすぎ目でやっていきます。時すでにお寿司さん、まさるさん、月広グーグーありがとう。わかった、いってらっしゃい、外出中。月広グーグーありがとう。ちょっと失礼、一瞬待って。ワッキー、こんにちは。キャノンブル星ありがとう。ヒデザード、こんにちは。キャズエビ、星ありがとう。コンタクト入れますで。目指す場所は今より高く。チャンスを前髪で離さないから離さないよね。もう東京生活もかなり後半戦になりまして、ごどね、こんばんは。キャノンブル星ありがとう。今日がね、予定という予定では実は今日最後の予定予定というかお仕事か、お仕事という部類では今日最後かも。暑く、え、そんな暑いの？東京まあまあ涼しいよね。楽しんでね。私が私のこと愛して、あ、船橋にもあるんや。船橋、千葉、へえ。どうもこんにちは。のは、どうもこんにちは。みんなさ、結構行くねんな、ボート。まだ知らんかった、そんなみんな行ってるっていうこと。アナウンサーさん、マックスユーナ、ヤッホー。ふなっしーか、確かに。そっか、船橋、そっか、船橋から来てんの、ふなっしーって。七つ星、こんにちは。ごどね、小判とグーグーありがとう。どうもバラありがとう。仙人、こんにちは。どうもだるまありがとう。
ケンザブロさん、こんにちは。何さん、漢字が読まれへん。何島さんですか。ゆうなハート、ありがとう。今野さん、やっほー、おはよう。わーい、おら、ケイペだ。久しぶりじゃん。ボート全部当てました。全レース当たりました。天才です。私のこと天才と呼んでください。マックスハート、ありがとう。マックス音符もありがとう。カバシマさん、へえ、カバシマさんが実況が上手って。今日も頑張ってね。嬉しい。競輪か、平塚競輪。競輪もでも気になってます。行ってみたいです。ちょっとこういうのギャップがすごい。へえ、どうなんや。よいしょ。孫悟空、ノブ、こんにちは。よいしょ。エリスさん、こんにちは。こんにちはです。ヨッシーパパ、こんにちは。36365655、どういうこと。なんで36か56なの。 何にちなんでる。36さ、何にちなんで36にしてんのかな。何日なんで56ですかと、段階から綺麗。あ、やさピーだね。あんたやさピーだね。もんで食べてます。やっほー、食べてます。ロンドン。でもほんまにそうで、肌がねなんか綺麗で嬉しい。自分的でもなんかギリギリやでって言われた。友達というか、あのお姉さんみたいな人に、よいしょ、そのさ、今27歳はギリギリ、30歳ぐらいまではそれでいけるけどみたいな。あ、大谷選手で言ってんの。めっちゃおもろいやん。え、36は何、どっから来てんの。ゆうな、シューティングスター、ありがとう。福士さん、こんにちは。なんで36、なんで3と6なの。あ、大谷選手から来てるよ。おもろいな。え、大谷選手もでも56もいったもん。たるもありがとう。フリフリもありがとう。大谷選手今どこまでいったんですか。52から知らんわ。もの363のダブルプレイ。こっからこっちか。あー、ゲッツーね。ゲッツーで36って言ってんのね。おじおじ、ロンド星、ありがとう。え、あれ明日じゃない、明後日か。
やばい、なんかいろいろ日付を勘違いしてて。ロンロダルマありがとう。あさってか。え、ダブルプレイで3と6って言ったん？なんで3と6って言ったの？363。敷島さん。やっほー。まあ363。いいですけどね。うん。え？特に意味はなく言ってたんか。後輩と親からっていう意味で言ってたんか。大谷選手かと思ったな。かっくんこんにちは。643がでも確かに一番あのよく見るパターンじゃない。1、2、サードサードセカンドファーストやな。クヨンさん確かに一番よく見るよね。どんぐりやっほー。すいません、ショート失礼いたしました。失礼いたしました。サード、え、サードショート。1、2、3、4。違うわ、ショートセカンドファーストか。合ってる。すいません、朝なんで許してごめんな、朝やから許して。昨日の動画も編集しないとな。ベニータマルトン。わかりやすい。わかりやすい。今日はボートレースじゃない。違います。今日はでも東京生活最後のお仕事でございます。ね、足立選手寂しいですね。でも昨日最後ちょっと見れて感動した。最後ねちょっと出てきてくれてファンのみんなにお手振りだいすけ、こんにちは。ああそうなんだ。明日泣くねそれは。みんな明日か。てかマジ今シーズン終わるな。ホシピーこんにちは。ロッテと楽天がね、最後どうなるかって。感じやけど今シーズンもやし、もう今月も終わってな。高山さんこんにちは。アッシュおはみー。ライオンズもさ結構ね主要どころが引退よね。そうやって聞くと1964日。ありがとう。
うきさんやっほー。ちょっと待ってな。うん、ちょっとエナジードリンクとやら飲みますか。うん、もうすぐやんじゃん。レジェンドラインポンヤホン、11月2日が2000日の定価。日本シリーズ6戦目。わあ、そうなんだ。青ヤッホー。じゃあ結構バチバチしてそうなあれですね。リュウスケヤッホー。今日ね、お友達のね、お家に行くんですよそう、だからもう袖なくてもこのお家が、あの、ほとんど まさかね、こんにちは。まなちゃん、こんにちは。うん、へー、バス運転してたわ、すごいね。運転してんのよ。あ、そうなの。大阪やん。でもせやねん。へえ。T 岡田選手がどんな感じなのか。ちょっと固まりすぎ。コスモライトさん、こんにちは。失礼。ヤフからほう、こんにちは。うん、へえ、ゆうまきゅうちゃんそんなるんや。新宿特にお前いつもいるな。渋谷特にお前いつもいるな。未来ヤホー、マジックさん。でもなんか巨人もどうなるかよね。てかカープの皆さん大丈夫？カープファンの皆さん。心配しちゃうあ、ウィングアバター変わったんじゃん。こんにちは。うん、わかる。シーズン1の早いよね。まだ同じこと思ってたわ、マジで。あ、やばい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 
やばいやばいやばい、ちょっと待って、一瞬ごめん、一瞬失礼。やばいやばいやばい、ちょっと落ちてきた、いろいろ。お仕事頑張ってね。大丈夫でした。もっと貼ってありがとう。みっちゃん元気？なんで？みっちゃん会えましたよ。結構喋りました。しかも、あ、ごめん、もう一回。お父さんこんにちは。ルンルン、シューティングスターありがとう。そうそう、昨日そう、弥生ちゃんと一緒に野球見に行って、なんかあったかな。割となんかそんな結構弥生ちゃんのお話してたかもな。あれ踊ったで、あとタン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 、タタ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 、残された希望。おもろい。おもろい。仕事です。うん、確かにね、残された希望か。いや言えてるよ、でもマジで冗談抜きで。うん、ドラマの話。いくちゃんね、いくちゃん先生ね、大変だよね。確かに。トロロン星ありがとう。よしひろこんにちは。ドラマの話してんのおもろい。それワンちゃんわからんからね、それパッて見たら。あわおこんにちは。いやでもなんか充実してますわ、ほんとここ数日めちゃくちゃ。一郎さん、つかさこんにちは。トロロンフリフリありがとう。お父さん花束ありがとう。なんかさ、なんていうの、その日本にいると、日本じゃない、東京にいるとめちゃくちゃ充実させたくなるから、自分自身が。マジ。お父さん花束ありがとうね。そう、大阪おるとなんか私そんな陽キャじゃないねんけど、別に東京ってもそんな陽キャじゃないけど、東京の方が充実させたくなるというか、いろんな人に今しか会われへんみたいな感情になるから、めちゃくちゃ、うん、小田島投手は、なるほどね、なるほど、そういうのか。そうね、でも小田島投手すごいよね、成績的に。昨日思ってたんけど、二
ふと思っててんけどさ、吉田正尚選手のさ応援歌どんなやったっけ、思い出されへんねん。ちょっと歌ってもらっていい？吉田選手の応援歌。マッチョマッチョメンのイメージの方が強すぎて、あ、力を求める限りイグタの困難乗り越え前人未踏の境地だ、たどり着く男の名はマッサタカマッサタカ。オッケーオッケー、思い出したわ、それや。よう覚えてんな、さすがやね、それや。それですわ。誰か拾ってみよう。タッキーこんにちは。楽しかったな昨日。そうそう。タッキーこんにちは。400回おめでとう。おおおめでとうございます。あ、そうやったんや。あれってさ、応援団の方が来て決めてはるってことやんな。どこがどこで何歌うか。あの、あともう一個聞きたいことあってさ、歌詞書いてないんだ。マジ分からんやん。じゃあ何歌ったっけ。あ、そうそう、昨日そのビジターの時の応援のあれやねんけど、息をいだつ投げ続けの音程が違うねんけど、ビジター、あれ知ら、あ、前からそうやったっけ、あれなんだっけな。そこだ打てーってお出せーみたいな音程やってんな。勢いだじゃなくて、え、ドローン沖縄音階。しがきこんにちは。あ、だからか、大城選手やったからってこと。大城選手やったから音程違うかったってこと。あ、言われてみたらでも大城選手やったかも、確かに。ありがとう、お互い頑張ろうね、バイバーイ。え、そうなん、音程ちゃうや、音程ちゃうなと思いながら歌っててんけど、なるほど、沖縄バージョンなんや、知らんかったわ。そんなん、え、京セラでも一緒、京セラでも沖縄バージョン。うん、パワフリン、ありがとう。そんなことある、へえ、沖縄音階のちゃんってすげえ、知らんかった。そうなんだ、でもちょっと歌われへん今。息をいだつなぎ続けみたいな、ちょっとうん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 ってなっちゃった。じゃあ恥ずかしいな、私が知らんだけやったんや。じゃあ息をいだじゃないよね、ちょっと違う音程やって、難しかった。応援かも、ね、0120電話かかってきた、怖い、電話かような、0120。最近さ迷惑電話めっちゃかかってくんねんけど、検索するに本日いつも。
ってた方が良かったかな。迷惑電話最近めっちゃかかってくんねんな。確かにぶつける熱意出せん、間違いない。とりあえずそれやんな。確かにぶつけろ熱意、無限の可能性、流した汗力に変える、心出し天高く。昨日マリ行きました。え、一緒やん、同じとこにおったんですよ。じゃあなんか見かけたけど声かけませんでしたって言ってくださった方いらっしゃって、それはそれでね、お気遣いですか、優しいなと思いました。もちろん全然声かけてもらっても大丈夫です。私はやばいやばい、うん、秋晴れ、こんにちは。ちょっと垂れ目、ちょっと待ってな、ゆうさん暑いの、ちょっと垂れ目かな、ちょっと長いな、ほんとアイライン、え、アイラインうまく引かれへん、今日どうしよう、泣きそう。泣きませんが私はもいつかマナティに遭遇してみたい。え、すぐ遭遇すんで、マジで。気持ちの問題やそんな根性論でどうにもならんけどな、すぐ遭遇しますよ私。結構ねおるで、多分。嬉しい、でもそんな風に言ってくれて。はい、完成しそう。ゲオハバチューバー、久しぶりに歌ったなと思って、大城選手の応援歌。コウタンだ、レターありがとう。ウニウニこんにちは643のやつ昨日あったね。643やったか忘れてたけど、やつ気持ちいいありましたね。あ、643じゃない、大城選手のスーパープレーやったよね。コータンおつカレーありがとう。リクエストなって一瞬ざわざわしたやつ。
かる。私も見れてよかったです。最後ちょっとなんかグッときちゃった。ああやって一応地方球団でもさ、ご挨拶されるんですね。いつもそうやったっけ。来季の、ああそうだね、ほんとそれそうだね。よいしょ。外に出し、向こうに出してる。あーなるほどね、確かにね。あーまあ確かにね、そうね、キャラかぶりか。それはそうね。まあ、大城選手のがなんかスタメンで見るイメージもあるけどね。ああ。13ドルブルーヤホン。確かに大里選手良かったですね、マジで。そうだね、西野選手も、あと宗選手が来シーズンね、また復活できたらいいですけれどもねって感じちゃう。すごい、子さんのファンからはそういう意見があるんや。130ブルーハートありがとう。あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。中日なんや。知らんかった。ロッテやと荻野選手を見れて嬉しかったな。まだなんか荻野選手久しぶりに見た気がしたけど、気のせい。もうエスターさん、こんにちは。いってらっしゃい。頑張ってね。
互い頑張ろうね、今日も一日。名もなくでもいい時間なんだな。シュガキシューティングスターありがとう。今日雨降るやつですかね、東京。今日雨降るかな、うん、帰って見れるな優しい、そんな風に言ってくれて。ただセットしてるだけやのにそんな風に言ってくれてありがとう。優しいな、みんな。よいしょ。たけさん、こんにちは。この上の方だけストレートやってまして、こっち巻いてた？まだやんな。あれ？巻いてないやんな。うん。あ、マジ強く降るかもって予想？そうなんや。ありがとう。傘いるね、じゃあ。東京の皆様、傘が必要です。気をつけくださいませ。いやー、もうほんま湿気とかやめてくれよ。湿気は嫌やで、ほんまに。高見ヤッホこんな感じで。私は髪の毛の毛量が少ないので、できるだけ多く見えるように、できるだけわっさーっと見えるような巻き方をしております。というのも、この細かく取って細かくぐるんぐるんに巻くというやり方でございます。そうなの？そんな感じなん？今知らんかった。そうなん？そうなんや。阪神逆転の目もあるんだ、知らんかったわ。へえ、それ読まれへん。面白いね。アッシュヤッホー、そうやったんや、知らなかった。予想とかちょっとできひんな、あまりにセリーグの情報を知らなすぎて。まあ、でも面白いね。最後までシーズン最後まで楽しませてくれるのありがたいねちょっと羨ましいという私の本音です。うん、あ、そうなんだ。その場合逆転すんの？へえ、そんな感じなんや。おもろいな。
った気がします。できた。いかがでしょうか。じゃーん、できたんじゃないですかね。できた。さ、かわいいだね、ウリピーだね。いい感じにできたので、このままランキング読もうかしらね。っていう感じです。ちょっとでも悩んでて、服お仕事なんですけど、毎日こんにちは。今日のこの服に、この服見てな、このジャケットっぽいこの服に、やった、わからんくなるまあもうわからんくなるよ。でもちょっとな、こういう日ちょっとこの辺がこうまだ持ってるから、こういう時は帽子とかあえてかぶってちょっと押さえたりとかします。あれ、帽子持ってってないか。この服か、これね、これにミニスカートでロングブーツか、ちょっと待ってな、この写真もまだ載せてないんだけど、この白の見えるワンピースみたいなセットアップみたいな、これか、どっちがいいかな、どっちが好きですか。でもこのこっちの方が私はお姉さんっぽい気がしてて、そのこの服の方がマナっぽいとか、ちょっと活発な感じはするかなと思ってんけど、どうだろう。これか、まあみんなの個人的な意見、こっちの方が活発な感じはする気がすんねんけど、みんな的にはどっちが好きですか。うん。ジャケット派？今着てる？え？みんなそれ合わせてくれてる？ゲンゴロウさんこんにちは。うん。プルプル花束ありがとう。もっちこんにちは。みんな合わせてくれてる？マナに気使ってる人おる？マナティ今来てるし、こっちって言ってあげた方があれかなみたいな気持ちの人おる？もしかしてやけど。気使わんとってよ。気使ってない意見それ。うん、もっちこんにちは。はじめさん、しおりちゃん、こんにちは。じゃあこれでいっか。ちょっとまだ悩んでるから、ギリギリまで。でもマナっぽいのはこっちやんな。なんかあっちも可愛いねんけど、あっちはどちらかというとちょっとおすまししてる感じじゃない。なんかこっちの方が私っぽい感じはするんかなとか思ったりしてんねんけど、どうやろう。うん、ほんま？ありがとう、ありがとうな。みんな褒めてくれてありがとう。ほんまいつも、ほんまみんなのおかげで生きてる、マジで。ほんまいつもありがとう。じゃあこれにしよう。じゃあこれでいこう。自信を持って、うん。 TikTok で見たことあります。え、なんで野球のかな、野球の TikTok ですか。
嬉しい。こんにちは、岡村真奈です。マナティっぽくてよき3番のアジフライで何やその選択肢言うて、何を見てんねん言うて。練習姿マナティっぽくですき。あ、嬉しい。でもそれなんかそういえばマネージャーさんにもさ、なんかダルギとか似合うよねみたいな話されてんな、ジャージとかって言われた。ありがとう、いつもほんま褒めてもらってばっかりで素直に嬉しいです。とってもここもちょっとだけつけとか。さあ、じゃあランキング読んで終わります。13130プルーありがプルーありがたーパチ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 。12ケンザブローさんありがおにぎりありがたーパチ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 。アパレルなの？そうなんだ。11位ユーナありがとうな、ありがとうパチ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 。10位トム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 ありがとうパチ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 。9位エイジさんハヒフヘほーありがとうパチ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 。8位がドドノドンちゃんありがとうパチ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 。7位がトロロンありがとうトロロンありがとう。6位は MOTR もともともーもとさんありがとうパチ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 。5位はゴドネおやすみなさいありがとうパチ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 。4位はタカヒロツキヒロ双子ちゃんありがとうパチパチパチ。3位は上から読んでも下から読んでもロンロさんありがとうパチ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 。2位はみやみやみややねんありがとうやねんありがとうパチ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 。そして流行る第一章先輩はずんだら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 パーンコーダンタンタンでした。ありがとうございました。ありがとう。そして本日のハッピーラッキーユッキーパーソナリティショッキングピンク人間さんはバン、おシュガキだよ。ありがとうシュガキ、イエーイ。はい、ということで、今日もお互い一日頑張りましょう。私も頑張ります。そう、私は結構東京でのラスト大仕事になりますので、まあ今月って意味やねんけどな、正直。はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。うん、とんでもない。また夜もできそうだったら配信します。じゃあということで皆さん今日も一日、そうだね、無理せずに頑張ろうね。さあ、それじゃあこのままの服で行くわ。ほなみんな今日も頑張りましょう。じゃあねー、ありがとう、お昼なのに見に来てくれて。バイバーイ、またねー、いってらっしゃい。お互いいってらっしゃい、行ってきます。またねー、バイバーイ。良いお年を。ありがとうございました。See you. Goodbye. ありがとうございました。バイバイバイ。またね。行ってきます。間違いない。湿気とのバトルマジでそれすぎ。じゃあね。バイバーイ。お互い頑張りましょうな。See you. Bye bye.行ってきます。またね。ちょっと待って、なかなか終わられへん。これ入れて。バイバイ。またね。